今回はカルディで購入した10の商品をご紹介していきます。2024年5月2週目。それでは1つ目。こちら。北田こんにゃく玄米ロール。乗り味になります。袋の後ろを見ると開け方が載っています。栄養成分表示は 100g あたり、推定値 600.3kcal ロロとなっております。それでは開けます。開けてみるとこんな感じ。中には8本入っています。で、出します。出してみるとこんな感じ。 うん,うんぼうみたいな感じになっておりますそれでは開けてみますで中はこんな感じになっています真ん中を見るとなんか詰まっている感じになっていますそれではいただきますとこちらやっぱり中に詰め物入っておりました味は駄菓子なトウモロコシ味そこに海苔の風味がしていますで1本食べ終わりましたこちら海苔風味でうまいでもう1本いただいちゃうんですが 今回、海苔味を購入してみたんですが、エッグクリーム味もあります。ちょっと悩んで海苔味にしたんですが、エッグクリーム味、次会ったら買ってみようかなって思っています。そう言ってる間に食べ終わりました。ということでこちら、駄菓子感強めな玄米お菓子。海苔の風味がとてもいい。続いて二つ目、こちら、プーパッポンカレーポテトチップスになります。説明書きには、タイで人気のシーフードメニュー、プーパッポンカレーをポテトチップスにしました。 カギの旨味とココナッツミルクのまろやかさに加え、ピリッと爽やかなスパイスの香りが広がります。と書かれてあります。栄養成分表示は1袋 60g あたり 329kcal となっております。それでは開けます。開けて中を見るとこんな感じ。それでは1枚取って。近くで見るとこんな感じ。それではいただきます。やっぱりポテチうまい。 最初にポテチの美味しさを感じて食べていくんですが後からプーパッポンの風味がやってきますカレーとポテト相性がいいのでどんどん食べていっちゃっておりますと本当に全部食べちゃいそうなので今回はここまでにして残りは編集の時にでも食べたいと思いますということでこちらいつも言っていますがカルディさんのポテチが美味しいプーパッポンの味香りは程よく良い感じとなっております続いて3つ目こちら フィリピンブランドカラマンシードリンクになります。こちら原産国はフィリピンとなっております。栄養成分表示は1缶 250ml あたり 140kcal となっております。それではプルタブを開けてグラスに注いでいきます。色味的にサトウキビドリンクといった感じの色味になっております。それではいただきます。予想を超えて果実うまい 柑橘系の味わいで結構爽やかですが砂糖の甘みもあってジュースっていう感じになっておりますこちらとても飲みやすく美味しいですで飲み終わりました残りあと半分ぐらい残っているんですがこちらは味わってゆっくりいただこうと思いますということでこちら2リットルペットボトルで売ってほしい冷やして飲むの推奨です続いて4つ目こちら数体パッタイセットになります 説明書きには手早く簡単に本場のパッタイが作れますパッタイとはタイ風焼きそばのことタイ語でパは炒めるタイはタイランドのことです甘辛い味付けにほんのり酸味が効いたもちもち米麺焼きそばと書かれてあります栄養成分表示は1食 107g あたり 304kcal となっておりますそれでは開けます出します中には麺とパッタイソースチーパウダーが入っています それではこちらを使ってパッタイ作っていきますで作ってきましたこれで完成ですではいただきます一口分取って麺はこんな感じそれではいただきますアジアの甘辛味でうまい麺はもちもちでソースがちゃんと絡まっていて美味しくいただけますソースには魚醤と砂糖酸味があり ちょっと癖はありますがアジア系の料理が好きな方は問題なくいただけますで今回具材はエビニラもやしとシンプルな感じで作りましたが具材は少なめでシンプルな感じで作った方がいいと思いますまたこちら作るときですが麺が結構くっつきますしっかり麺をほぐしながら具と合わせていくと徐々に混ざってきますので焦らず調理してくださいと言っている間に最後の一口いただいて食べ終わりましたお箸を置いたら ごちそうさまです。お皿片付けますということでこちら本場の味だなって思える味チリパウダー半分で辛口それ以上は自己責任となります続いて5つ目こちらんし冷やし中華レモンちゃんになります。作り方は熱湯でもちもちは3分固めは2分で麺を茹でます茹で上がったら水洗いしてお皿に盛り付けスープをかけたら出来上がりとなります 栄養成分表示は1食麺 100g スープ 41g あたり 321.1kcal となっておりますそれでは開けます出します中には麺が2玉とスープが2袋入っていますそれでは冷やし中華レモンちゃん作っていきますで作ってきましたこれで完成ですではいただきます今回具材とかかなり気合いを入れて作ってみました ちょっと食べやすい位置に回してトマトをちょっと畳み込んで一口分取っていって麺はこんな感じそれではこのままお皿を持っていただきますさっぱり冷やし中華うまいレモンの味はそこまでって感じなんですがちゃんと冷やし中華の酸味は感じます今回具材はエビ、ハム卵きゅうりカニカマ、蒸し鶏アスパラトマトに紅生姜、 本当はクラゲも乗せたいなと思ったんですがこういう時に限ってクラゲ売っておりませんでしたで今回からしもつけてみたんですが個人的にはスープとちょっと合わないかなって感じました袋の方に書いてあったんですがマヨネーズの方が合う味になっているのかもしれませんと最後にエビをいただいて食べ終わりましたお箸置いたらごちそうさまですお皿片付けますということでこちら王道の冷やし中華 個人的にもちもちち派です続いて6つ目こちら麺ににかけけるだけスープカオソーイになります説明書きにはカオソーイはタイ北部で広く食べられる麺料理です辛み酸味甘みの調和がとれたココナッツミルクベースのカレースープはライスヌードルや卵麺とよく合いますと書かれてあります作り方はお好みの麺を 60g から 100g 表示時間通りに茹でます カオソーイは湯煎または電子レンジで調理ができて湯煎の場合は熱湯にパウチのまま入れて5分から7分温めて麺にかけたら出来上がり電子レンジの場合は耐熱容器に移してラップをかけて 500W で2分温めて麺にかけたら出来上がりとなります栄養成分表示は1食分 160g あたり 181kcal となっておりますそれでは今回は湯煎でカオソーイを作ってきますで作ってきました これで完成です。ではいただきます。香りがすでにカレーの香りしております。で、今回はネギとビーツサラダ、蒸し鶏を上にのせてきました。それでは一口分取って、麺はこんな感じ。と、たけのこ、うまい具合に挟まっちゃっております。それではいただきます。これはうまいそうめんとカレースープが合っています。と、ココナッツミルクの風味も感じます。 今回上にサラダを乗せてみたんですが、個人的に合ってるかなと思っております。あと、カオソーイの具材はタケノコが入っています。煮込まれたタケノコの食感といった感じでスープと合っています。と、そのまま一気に食べていって、食べ終わりました。お箸を置いたら、ごちそうさまです。器片付けます。ということでこちら、あっさりカレースープ。残っている麺で作ってみるのがありかもしれません。続いて7つ目。 こちら、ダブルドラゴン春雨カップボートヌードルになります。栄養成分表示は1食 55g あたり 164kcal ロロとなっております。早速、上蓋を開けて、中には春雨と粉末調味料、調味ソース、調味料、あと火薬が入っています。それでは作っていきます。最初に粉末調味料をカップに入れていきます。続いて火薬も入れていきます。 お湯沸かしている間にちょっと位置直してでお湯が沸いたのでカップに入れていきます上におもしをのせて3分待ちますで3分経ったのでおもしのリラックマ外します調味料こちら3分待っている間に液体に変わりましたで蓋を開けたら調味ソースを入れていきます続いて調味料も入れていきます最後によーく混ぜてこれで完成ですではいただきます 春雨を一口分とってこんな感じそれではいただきます濃ゆくてうまいスープの濃さ結構すごいんですが春雨と一緒に食べるとちょうどいい感じになります濃いのが苦手な方は少しお湯を多めに入れてくださいまたこちら魚醤を使っているので独特な味わいになっていますと一気に食べていっちゃって最後にスープだけになりましたが濃ゆくて一気にいただけないのでちょっとずつ飲んでいきます で飲み終わって食べ終わりましたそれではこのままカップ片付けますということでこちら残った濃いスープにご飯入れちゃうのもありかなって思ってます続いて8つ目こちらオニオンリングの素になります説明書きにはサクサク食感の衣に仕上がるオニオンリングの素ふわっと香るスパイスの風味が玉ねぎの美味しさを引き立てますと書かれてあります 作り方は玉ねぎ 200g を 1cm 幅に輪切りにして1枚ずつ剥がします。オニオンリングの素を 100ml のお水とよく混ぜ合わせ、玉ねぎを絡めて、160度から170度くらいに熱した油に玉ねぎを入れて、浮かんできたらひっくり返して1分程度揚げたら出来上がりとなります。栄養成分表示は1パック 90g あたり3 0 2キロカロリーとなっております。 で今回は家の畑でできた玉ねぎこちらを使ってオニオンリングを作っていきたいと思いますそれではオニオンリング作ってきますで作ってきましたこれで完成ですではいただきます今回は玉ねぎとアスパラ残ってたエビを揚げてきましたそれではオニオンリングを一つ取って近くで見るとこんな感じそれではいただきますサクサクなオニオンリングになっていますこれはうまい ちょっと時間を置くとしなっとなりますが味は同じく美味しくいただけましたで今回はアスパラも揚げてみたんですが食べてみるとアスパラ美味しい続いてエビも食べてみますもちろんエビもうまいと今回ブラックペッパー上にかけてみたんですがこれは好みって感じになりますあと今回油はサラダ油とオリーブオイルを半々で揚げてみましたふんわりとオリーブオイルの香りがする揚げ物になっています で、最後のオニオンリングもいただいて食べ終わりました箸を置いたらごちそうさまですお皿片付けますということでこちら玉ねぎの収穫は5月からこれから美味しい玉ねぎ食べられます機会があればお試しを続いて9つ目こちらカオモックガイになります。説明書きには辛み控えめなスパイスで鯛香り米と鶏肉を炊き込んだ鯛の人気料理です 程よい甘みと爽やかな酸味のあるナムチムソースをお好みでかけてお召し上がりくださいと書かれてあります栄養成分表示はお米1袋 200g あたり 694kcal 炊き込み用調味料1袋 80g あたり 117kcal かけだれ1袋 50g あたり 53kcal となっておりますそれでは開けます出します中にはお米と炊き込み用調味料かけだれナムチムソースが入っています それではこちらを使って顔クガ貝を作ってきます最初にナムチムソースを用意してきましたで作ってきましたこれで完成ですではいただきますと今回付け合わせトマトきゅうりパクチーあとは錦糸卵をのせてきましたこちら冷やし中華の残りとなっておりますそれでは最初にご飯だけ一口分取ってそれではいただきますほんのり華麗な香りって感じ でここでナムチムソースをかけていただいてみます一口分を取って近くで見るとこんな感じそれではいただきますナムチムソース最高ほんわりカレーの炊き込みご飯だったのが超アジア飯に変貌しましたこちらのナムチムソース今回の付け合わせにも合ってくれていますナムチムソースは顔万がいの時にも使うソースなんですが食材にかければアジアの方向に引っ張ってくれる万能ソースとなっております でご飯なんですが全部食べれない感じだったので半分ちょい持ってきました残りはこの後紹介する商品の時にいただこうと思っていますと言っている間に全部食べ終わりましたナムチムソースもちょっと残ったのでこちらも後で使いたいと思いますそれでは食器をまとめて片付けますということでこちらナムチムソース見た目はちょっとなんですがでも味は最高です続いて10品目こちら 北海道から北海道産牛すじ煮込み醤油味になります説明書きには「北海道産の牛すじ国産ごぼうと人参、こんにゃくを甘辛い醤油味で味付けしました」と書かれてあります作り方は湯煎と電子レンジで作ることができます湯煎の場合はパウチのまま熱湯に入れて3分から5分温めたら出来上がり電子レンジの場合は耐熱容器に移してラップをかけて500 w で2分加熱したら出来上がりとなります 栄養成分表示は1袋 180g 当たり 177kcal となっておりますそれでは今回は湯煎で牛すじ煮込みを作ってきますで作ってきましたと先ほどの顔もく貝ナムチムソースをかけて回ってきましたこれで完成ですではいただきます最初に牛すじからとプルプルしてなかなか切れませんが切れました近くで見るとこんな感じ それではいただきます。味しみしみでうまいこの醤油味すっごい濃いってわけでもなくちょうどいい感じの醤油味になっています具材のごぼうにんじんも醤油味が染みてておいしくいただけますただ食べながら思っておりますがこれはお酒のつまみでもいいなって思っております食べ進めて量が少なくなってきたのでここでご飯の上にかけちゃって食べちゃいますもちろんうまい でそのまま一気に食べていっちゃって最後の一口もいただいちゃいますで食べ終わりましたお箸を置いたらごちそうさまですお茶碗片付けますということでこちらしっかりと煮込まれてて牛すじプルプルゆで卵を用意しておくのがありかもということで今回は10の商品をご紹介したんですがその中でも一番おすすめしたい商品をご紹介しますそれがこちらカオモックになります 炊き込みご飯はカレー風味の炊き込みご飯なんですがラムチムソースの味わいが最高です付け合わせもいろいろ試してみると自分流の顔目外ができるかもしれませんお米ついて1袋598円ちょっとお高めなんですが味わい飯が好きな方は一度お試しくださいということで今回はカルディで購入した10の商品をご紹介してみましたまた次回もカルディで気になった商品を購入した時にはご紹介していきます お時間ある時にでもご視聴ください。